悔しいのはわかるんですが、あれはどうなんですかね。柔道女子52キロ級で2回戦敗退した、安倍歌選手の号泣場面に対して、元宮崎県知事の東国原秀吉がなぜか、連日生き通っている。7月29日のテレビ番組で冒頭のコメントを、した後、自身の X に、今日の、午後すまでも言ったが、やはり、あの態度は、武道家、柔道家としていかのものかと投稿。 さらに、翌日、自身の YouTube で、あれはちょっといただけないかなという感じがしますと、ダメ押し。よほど気に入らない行動だったのでしょうか。東国原さんに対しては、まだ言うしつこいなどネットの批判が集まっています。芸能ジャーナリスト、いかどう。コメンテーターにも、明暗。選手は30日、自身のインスタグラムを更新し、 情けない姿を見せてしまい、申し訳ありませんでしたと綴り、東国原氏が大人げなく見える形に、この一件をめぐっては、多くの芸能人がコメントをしている。女優の川上舞子さんは、自身の X で大人になってから、あんなに泣き叫ぶくらい、何かに本気で立ち向かったことがあっただろうか。美しい姿に心が現れる思いですと感動を、綴り。 南海キャンディーズの山里亮太さんも MC を務める番組でこんなに泣きたいほど頑張ったことってある折れないのよと選手に対して寄り添うコメントをしていますタレントの石原良純さんはレギュラー番組内で僕はこういう姿もオリンピックの1ページだなってと客観的に述べるにとどまっていますいずれにしても選手を批判する人は大人げないと株を下げていますね 一方で、そのコメント力で株を上げ続けている元選手たちも卓球の石川佳純さんです。フジテレビの五輪番組、スペシャルキャスターですが、落ち着いた声のトーンで冷静に解説をしていて、好感が持てます。卓球以外の競技に関しても勉強しているのがよく、わかる。選手に関しても、どれだけ悔しいんだろうと、言葉が出ませんと多くを語らず。 元アスリートとしてて共感すす。る姿勢を見せ、評価が上が上り続けています元日本代表オリンピアンはおおむね好感度が高いようで NHK でキャスターを務める体操のレジェンド内村航平もその一人内村さんのテンションが低めな解説は落ち着いて聞いていられると好評です民放の騒がしいのりについていけない方にはちょうど良いのでしょう さらに内村さんはわからないことは正直に言い、男子バスケの試合に関しては、自身が背が低いということから、フランスの選手は背が高いから、背濃いなどと素朴な感想も漏らし、好感を集めています。体操に関しては、内村さんではないと言えないような選手を励ます。優しい解説で、日本だけではなく、他の国の選手へのリスペクトもあり、公平な解説も評判です。 死率を極めるメダル争いの裏でも、そのコメントをめぐって勝敗がついている